演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーの2種類のクリームサンドビスケットとチェルビーノというお菓子を食べたいと思います。どんな味なのかな。ではまずはこちらのバニラクリームサンドビスケットから食べていきたいと思います。どんな感じ、なんかオレオみたいな写真が載ってますね。一方のこの前にチョコの方もちょっとパッケージだけ見てみますね。やっぱりこっちもなんかオレオっぽい、やっぱりオレオみたいな感じなのかな。ではうわ、ちょっと崩れてる崩れてる、やっぱりオレオみたいな風に見えますね。ではいただきます。ココア味のビスケットといい、やっぱりオレオに近いですね。で、中のクリームは、こっちの方が美味しいな。はい、続きましてはこちら、チェルビーノです。こちらはなんかこういうお菓子ありそうですよねっていうような見た目ではありますけど、ああ、ちょっと折れちゃった。丸々一本のやつないのかな。なんか断面はあったこんな感じですね。望遠鏡みたいなやつが見られないか。ではいただきます。こちらもやっぱりあのお菓子、ロッテのトッポみたいな感じですね。で、こちらもクリームはあっちの方が美味しいですね。奥深さ改めて知りました。最初に食べたこちらのクリームビスケット2種類はやっぱりオレオみたいなココア風味のビスケットでしたね。そして中に入っているクリームの味もしっかり感じられて美味しかったんです。ちゃんとちょっとチョコの方は、ココアとチョコで味が重複する部分はね、ちょっとくどいかなっていう部分がありました。一方のバニラの方はしっかりと違いが出ていて、さっぱりと味をいただくことができてとっても美味しかったです。やっぱり違う方が振れ幅があっていいんです。というわけでチョコレートの方はこちらの点数に、バニラの方はこちらの点数にさせていただきます。そして後から食べた、そして後から食べたこちらのチェルビーノ、こちらもなんか外側はサクサクとしたウェハースで、中にたっぷりとチョコレート入ってる、なんかロッテのあのトッポがあるのですが、トッポの飴が大きくなったような、そんな感じですね。あと周辺がサクサクになって、クリームがたっぷりで美味しかったですが、こちらもちょっとチョコレートの方が若干甘さがくどいような気がしましたね。濃厚なのはいいですが、ちょっと甘さで濃厚すぎて、ちょっと食べ進めていくと心もたれてくるかなという感じがありました。一方のバニラの方はさっぱりいただくことができて、こちらもバニラの方が美味しかったですね。アイスだとバニラって地味ですけど、こういうところだとバニラの方がいいっていうのを改めて知りました。で、こちらの商品、チョコレートの方をこちらの点数に、バニラの方をこちらの点数にさせていただきます。はい、というわけで業務スーパーで買った輸入お菓子4つ、どれも美味しかったです。サク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 ザク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 、食感を楽しみましたね。で、バニラの奥深さを改めて思い知りました。今後バニラももっと食べてみようかな。それでは、蚊が舞うわ七夜の夜なり熱帯を、熱帯夜で連日蚊が飛んで寝にくい、そんなに状況です。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞、永遠。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。